はい、今日もあなたと百姓天国、本日は8月30日水曜日ですか。はい、ということでね、今日は雨なんですよね。雨です。ちょっと天気予報と違いましたよね。結構さっきも土砂降りでね、はい、降ってほしいんですけどね、そんなに雨はいらないということなんですけどね。はい、まあでもこれでトラクターかけられてね、人参の冠水もおそらくこれでもうほとんどしなくてもいいだろうと。助かりましたね。はい、ラッキーということで。はい、ということでこんな日はね、何やるか。はい、種まきですね。ということで、今三脚立て初めてね、講座内のね、撮影とかこうやって、固定カメラでね、やったりしてますので、それをちょっと利用してね、今後僕の配信もね、こういうものを使おうかなと思ってるんですけど、ただ僕は僕自身を映したいとは1ミリも思ってないので、こんな感じでね、今から画面の中入って種まきね、今日はもう種まきやりますけど、ね、後ろから背後から撮影しようかと思います。ということでね、まあ、固定カメラでね、カメラはもう動きませんから、で、ベラベラいつものように喋るだけでね、何か、意味があるのかっていう、そういう話になるんですけど、できるだけでかい声でね、分かりやすくというか、いつものように喋るだけですけど、これで別に好評、いつものヘッドカメラよりこっちの方が良ければね、少しずつ増やしていこうかなと思います。どっちかというとこれでね、良ければね、これの方が撮影楽なんですよね。どうせほら、僕の動画なんて喋るだけですからね、垂れ流してるだけなんで。ただね、今ね、まあいろいろ私も十何年やってきてね、今回のその講座ね、農業講座もそうですけど、ここを中心にね、ちょっといろんな事業展開みたいなことをね、この間のユイパーキングエリアでね話したと思うんですけど、広がっていきそうな感じはあるので、企業向けみたいなことですけどもね、だからまあいろんなことをこれからね頑張ってやっていこうと思ってますので、ちょっとねそれに合わせてこの YouTube もね変えていこうというふうに思っています。まあこのいつものねこの、畑の撮影はずっとやっていくつもりですけど、だからサブチャンネルを立ち上げるかなんかねちょっと考えようかと思っておりますよね。まあ正直何かそういうことをやらなければね、いきなりこう新しいことやるってやっぱ大変じゃないですか。なのでね、これで映ってるのかどうか知りませんけど、もうちょっと近くの方がいいかい。よいしょ。意外と気温が暑い。あ、ちょっとお茶取ってきますね。結構やっぱりムシムシしますからね。今日はお茶はウーロン茶ですね。飲ましてくださいよ。ようやくね、まあこの家庭菜園講座はね、だいぶ手応えというかね、今年1年ね、結構昨年始めるときはね、私もこう、三重県から通わなきゃいけないとかね、結構やっぱり、ちょっとできるかなっていうかね、で、スタッフの人も、ね、百姓農園さんが、ね、どういう人か、お互いにも、どういう人かもわからず、ただね、向こうの人は私の動画を見てくれてるのでね、だいぶちょっと頭のおかしなお百姓さんだということは理解してくれてるので、ひたすら私に何とかついていきますみたいな感じでね、始まったわけですけど、ね、僕自身もね、1ヶ月に1回こうやって関東まで行って、
こういう暮らしがね、営農しながらね、畑も少なくなったとはいえね、まあ2ヘクタールちょっとありますんでね、で、セット野菜を組みながら、それをできるのかっていうのはね、まあ正直多分僕でないとそれはできないだろうなというふうに思ったんですけど、まあなんとかやりきれるかなと。はい。で、まあなんとかね、やりきれそうです。はい。で、ペースを掴んできてるので、よし、いけるなということで、今はもう峠を越えてるんですね。で、これをね、来年以降もちろん継続してね、講座は毎年やっていこうと思いますけれども、これに発展させた形上ね、ちょっと来年以降の形を今模索しているところですね。なのでね、やっぱり、パーキングエリアで話したように、やっぱり農業学校というと大げさですけどね、私のやってるこの主のね、オーガニック自然栽培と名付けた、オーガニック自然栽培スクールみたいなものをね、どっか、拠点を置いてね、私のこの三重県に置くのか、関東に置くのかね。だからそこには当然その畑も必要になってきますしね。うん。で、ある程度ね、実地というか、畑で皆さんに指導するようなこともしなきゃね、教えるっていうことも必要になるでしょうからね。多少の場がないとね、オンラインだけではあれですから。で、そういう学校を作ろうかなというふうに思っております。でね、やっぱり、今回ね、家庭菜園講座をやって、本当に僕が見えてきたことは何かっていうと、まあね、こう言っては大変失礼ですけど、詐欺まがいが多すぎるってことです。ね。要するに、ね、皆さん、例えばね、YouTube 見てもらったらわかると思うんですけど、俺の動画だってそうですけど、皆さん、その YouTube 動画ね、例えば家庭菜園でやって、ね、そのやり方で本当に野菜できるんですかって、ね。できないじゃないですかってことですよ。ね、そういうことを恥ずかしげもなくね、配信してる人がどれほど多いと思います？ね。僕はね、正直ね、まあ別にそれは、僕は営農しててね、普通にやってる段階なので、人がどんな動画を出そうがね、別に知ったこっちゃないですけど、改めて見るとね、正直申し上げてね、非常にね、ひどいもんなんですよ、皆さん。ね。はい。よくそんなことが言えるなと。ね。自分で野菜を売ったこともないのにね。このやり方でどうとかって言ってるわけですけど、私は実際にこうやって営農してるわけです。これで今こうやって種まいて、これを販売してるわけですよ。だから、できるできないんじゃないんですよ。私は商売としてやってるわけでね。はい。ですから、このやり方をお伝えしてるだけなわけですよね。別にそこに何かこう、あれはないわけですけど、皆さんね、本当にね、そのやり方では野菜はできないっていうことを、それをね、世界に向かってこうやって YouTube で公開して、で、実際に野菜なんかできてないのに、それをね、臆面もなくね、伝えてるっていう、どういう神経してるんだっていうのが僕の正直なところなんです。ね。いいですよ、別に。でもね、実際にじゃあその人がね、野菜を収穫してる動画なんて一本もないじゃないですか。ね、当たり前ですよ。できてないんですから。ね。だからずっとなんかわけのわからんことくっちゃべってるだけでしょって言え。ね。非常にね、辛辣な言い方をさせてもらいますけど、改めてね、まあ、それはね、僕にとっては関係ないことなので、全然、ね、なんとも思いませんでしたけど、改めてこうやってね、農業講座をやってみると、皆さんね、そういう動画なりね、僕よりもチャンネル登録多い人の動画を見てね、それで、いかに失敗してる人が多いんですよ。で、こういう資材を買わなければ野菜ができないとかね。そんなことはないんですよ、実際に。はい。それは、我々のような、オーガニックの専業農家は、みんなそうなんですけど、そのことをご存じないわけですよ、一般の人は。ね。で、私のようにこうやってね、オーガニックの専業農家でね、動画配信してる人なんか本当にいないので、だから、俺は言ってるんですよ。僕は言ってるわけですよ。日本の全国のオーガニック農家さんと専業農家さんといっぱいいるじゃないですか。ね、有名な人も含めてね。私よりレベルの高いことをやってる人はいるんですよ、実際に。配信してくれと。だから俺が言っていることが、ね、間違ってないということをね、フォローしてくれと思っているんです、実を言うとね。はい。だけどね、一人でこんなね、それをこう熱く語ったって言って分かんないでしょ？で、私がね、そういう意味では、私が言ってることが、このオーガニック業界の常識だっていうことがね、なかなか皆さんには伝わらないわけですよ。はい。それで草だらけのところに種まいてね、野菜できるとかできないとか、もうそんな世界は30年前にとっくに終わっているのに、はい。まあ、しょうがないですよ。皆さん、その、普段のね、ご自分のビジネスでね、畑でもちろん忙しいし、こうやってね、配信したところで何かってね、
皆さんが思ってるほど何かね、あ、それはバズればね、塚原さんみたいに一気に行きますけど、そんなことはもうなかなかないわけでね。今日ちなみにこの白菜、レタス、レタス最後ですね。白菜、これから白菜、今度次、9月入ったらすぐにね、白菜の60日、70日を巻いていきます。もう9月は白菜ですね。そして大根の直巻きですね。この間大根巻きましたけれども、どんどん巻いていきます。白菜大根ね、10月の半ばぐらいまでね、もうバンバンやって、来年の3月までということですね。はい。で、何が言いたいのかっていうとね、で、やっぱりこう、皆さん多分、もちろんそうやって家庭菜園でね、キャンプに行くようなノリでね、家庭菜園で野菜作りたいっていう方もおられるでしょうし、逆にね、定年退職を間近に控えて、早めにね、例えば自分の親から受け継いだ畑やね、田んぼが何単かあると、それを活かしてね、定年後ね、自分の人生は80歳、90歳まで続くわけですから。でも会社は面倒は65までしか見てくれない。ね。その現実に当たった時に、この畑や田んぼ、それはね、親から受け継いだ自分の財産なわけでしょ？で、それを活かしてね、なんとかこれでお金に換えられないかと思うのは当然だと思いますし、そうすべきだと思いません？って話でね。で、そういう人と何人か僕もね、お会いして、あ、そうか。だからこういう方々のためにね、やっぱりこう、能的なことでね、僕のような専業農家になるのは確かにハードル高いけど、でもね、そこでね、10万、20万を稼ぐ、ね、少しでもそうやって稼げるようになるというのは可能なわけですよ。ね。だからそのやり方をお伝えしたいという、なんていうかな、そういうこう需要があるというとあれですけど、だってその方たちができなければ、結局耕作放棄地は増える一方じゃないですか。ね。逆に言うとね、その2単3単ぐらい、あるいは1単ぐらいの、そんな農地、ね、日本全国にはいっぱいありますけれども、それでね、月にね、10万、20万と稼げる人が出てくれば、どうですか、皆さん。可能性広がるでしょって話なんですよ。はい。なのでね、これは、なかなかね、誰かが得するとか、得しないとかっていう話の前に、やっぱりやるべきだろうと僕は思ったんですよね。思うんですよ。はい。なので、もう覆土はしません。なんかね、だからそういうふうにこう、世の中のニーズというかね、もう僕はいつも言ってるようにね、生産農家としてはね、もうトップを目指すということをしている、もうしないんですね。なので、私はそれはもう散々やりましたので、少しね、足の具合ももうよろしくないので、ね、もう何ヘクタールもできません。ただまあ、なんとか2、3ヘクタールぐらいは回せますので、それでね、細々と農業生産に関してはね、やっていければいいなと、そんな感じで、でもまあね、それだけだと面白くないから、こうやってね、いろんなことをこれからやっていきたいとは思ってるんですけど、その一つの一環としてね、今言ったような、社会の、まあ、狭いニーズですよね。その辺にお答えできればなというふうに思うわけです。はい。で、そういう意味からするとね、本当にこう、そういうこと、そういうこう、状況の方って多いと思うんですけど、多分皆さん方もね、それで、じゃあどうしたらいいのっていうことが、どこに相談にしていくこともできないし、ね、難しいんだろうなと思うのは、なんとなくわかるんです、私もね。なので、なんとかね、そういった方々の、お声に期待、ご期待に添えればというふうな思いで、こういうことをやろうかなと思ってるわけですよ。ね。で、何かしらそういうね、で、オーガニックのそういう専業のなんかスクールというかね、そういう学校みたいなことって、どうしてもやっぱり大きな生産法人が片手間でやってるんですけど、正直申し上げてね、本当にこう、まあ、言葉は非常に悪いですけど、詐欺まがいがものすごく多いです。ですから皆さんね、非常にそういう高額なものは受けない方がいいです。ね。どことは言いません。もちろんね、営業妨害になっちゃうんで。だけど、それを受けたところでね、それを受けたところで、実はうちの、事務局のスタッフの人が、何名かそういうオーガニック講座、ね、有機農業講座を受けているんですよ。で、その内容を聞いて、私はもう愕然としました。ね。いいですか？ 10 万、20万じゃないですよ。もうちょっと上のね、数十万払ってその内容ですかというようなものが非常に多いですね。本当にね。で、そういうものもオンラインも含めて、
どうやらあるんですよ皆さん。だから皆さんね、騙されないでくださいね、本当に。うん。でそれを、その講座を受けたって、農家になるなんて、まあとんでもないですよ。家庭菜園ですらそのやり方じゃ野菜はできませんよ、いうようなことを平気で伝えてるんですよね。ひどいもんですよ、ね。実際のね、そういう講座を受けても種まきの様子とか出てこないらしいですよ。ね。こうやって俺、こうやって YouTube で公開してるじゃないですか、種まきどうやってんのつって。で、こうやって種まくんですよって。で、こういうのはないわけですよ。ね。これなんか黒板の前でずっとくっちゃべってるだけらしいんですけど、皆さん間違ってもそんなものを受けちゃダメですよ。本当に。どことは言いません。結局ね、まだ本当にこう、淘汰されない業界なんですよ。残念なことにね。だから、まず私がね、これは僕のやってきたこの20年の、私はその自分でやってきたことを、あれなので、そのまま紹介して、それで実際それでプロとして飯を食ってますから、そのやり方をお伝えしようっていうだけのことでございます。ね。なので、ある意味その一つの証明は終わってるわけでしょ？ね。まあちょっとこれはあれですけどもね、皆さん自然農では営農は成り立ちません。そして自然農法では家庭菜園でも野菜を作るのは難しいです。ほぼできないと言っていいと思います。ね。自然農のね、農業 YouTube チャンネルで野菜がたくさんなっている動画ありますか？ね。ほぼないでしょ？なぜならばできてないからです。ね。何の恨みも何もないですけど、できないことをできるかのように言うっていうのは、僕はそれはどうかなというふうに思います。はい。なので、実際にね、今言われたように、切実な問題を抱えている人って世の中にいっぱいいるわけですよ。うん。だとしたら、だったらそういう実際にね、無農薬で安心してね、野菜が普通にできる。もう今普通にできます。ね。で、そんなに大変じゃないです。ね。東大に入るより簡単ですっていつも言ってるじゃないですか。で、その私のやり方を、お伝えしようと思ってるだけです。で、何回も言うようにね、我々オーガニックの専業農家というのは、栽培はほぼ終わっております。終わっているのはどういうことかというと、もう確立していて、他のことにも関心があるんですね。だって、車を作ってるトヨタや日産がね、車の作り方わからんってありえます？違うでしょ？ね。車は普通に作れるけど、どういう車が売れるかとか、ね、いろんなことをやっているわけですけど、僕たちも、ね、僕が30年前にね、研修に行った時はね、なかなかその安定して作るっていうことは難しかったわけですよ。ね、30年前。ですから、5単とか1ヘクタールぐらいが、ね、ちょうど私が30年前行った時には、先輩たちもね、1ヘクタール、ね、夢の数字だったんです、皆さん。だけどどうですか？今、皆さん調べてください。日本のオーガニック農家ね、いっぱいいらっしゃいます。皆さんホームページ持ってますよね。皆さんそういうホームページ見て、何ヘクタールか。平均しておそらくもう2、3ヘクタール。ね。だいたいちょっとやってるところで5ヘクタール。ね。そして今やもう10ヘクタール。個人でですよ。当たり前です。で、オーガニックの農業生産法人でもう10ヘクタール、20ヘクタールっていうところはいくらでもおります。ということは皆さんどういうことか。ね。無農薬で野菜を作るということは簡単なんだってことなんです。ね。皆さんが思ってるほど難しくない。ね。だけど、草だらけにしたら野菜はできんのですよ。だから、その、簡単にね、無農薬で、安心安全な野菜を作るということをお伝えしようというふうに思ってるという、そういう話です。ね。栽培はすでに、もう、例えば僕の中ではほぼ終わってます。ね。だから、資材を何を使うとか、ね、何とかを使うということに関しては、あ、もうこれがいいですよって、ほぼ集約されております。ね。修練されているんですよ。だから今更ね、新しい何かをよくわからない高価な微生物資材を使うなんて必要は一切ありません。私使ってないでしょ？使ってなくてもね、この端境期に12品目以上の野菜があるんですよ。だったらなぜそんなものを使う必要があるんですか？はい。できているんです、野菜は。そしてこれからもできるんです。今までもできてきましたけど。という話ですね。今日やっぱりあれだ。こんな天気だから蚊が多いね。蚊取り線香を。蚊取り線香を炊くんだって。雨降ってくんね。また雨降ってきました。今日はちょっと仕事厳しいね。トラクターかけようと思ったんですけどね。ちょっとむずいかも。はい、蚊取り線香。
だからね、まあそれがそういうことです。でね、こっからは、まあそれは今、よく私が普段言ってることですけど、で、農業の世界っていうのはね、生産しかなかなかないわけですよ。皆さんわかるかと思うんですけど、だけどね、農業の可能性という話をすると、皆さん、生産以外の部分なんです。販売だとか、農業の生産の周辺、ね、そういうところの方が、チャンスはあるんですよ。ね、今言ったように私のようにね、こうやってなんか、そういう家庭菜園の方へ向けての学校を作るとか、そういうニーズ、ね、あるいはその田舎といったキーワードで、何かしらの、こうね、ビジネスを立ち上げていくっていう、それの方が、こうやって農業生産をね、するよりも、可能性はあるし、その世界は広がるわけですよ。ね。ですので、これ両端にこうやってつけてね、どっかにこうやってぶら下げていくと、ね。で、そういうね、すべての人がね、田舎に行ってね、新規就農して農家のプロになる必要なんていうのは全くありませんから、そうじゃなくて、ね、農的なビジネスを立ち上げてほしいという願いがあるんですね、僕の中には。はい。で、本来、例えばね、そういうことを、パーマカルチャーだとかね、いろんなそういう農的なプロジェクトがある中でね、立ち上がっていけばよかったんでしょうけど、なかなかね、そういかないんですよね。まあ難しいところみたいですよ。それはね、そういうことを本当に分かってらっしゃらないのでね、残念なことですけども。じゃあそういうね、農的なプロジェクトを立ち上げるような、そういうこうね、なんていうんですか、そういうの、田舎的起業家を輩出するような学校とかね、そういうものも、作っていければな、というふうに思います。ね。今俺種まいた？まいてないよね。自分でやっててわからなくなる。そういうね、ものって、田舎暮らし的そういうものっていくつかあるんですけどね、やっぱりそこを生産としっかり結びつけてね、お金に変えるってことですね。私はその昔ね、パーマカルチャーっていうそういうね、田舎講座みたいなのを今からちょうど20年前ですよ、受けました。ね。そこには年間15万円ですよ、皆さん。はい。年間15万円ですよ、一人。そこにね、30人とか40人集まってくるわけです、1年間でね。そこで、じゃあそこを卒業しました。ね。あれから20年経ちました。何かそういう農家的プロジェクトが起きているんですか？あるいは田舎に行って畑やってる人がいるんですか？そんないるわけないじゃないですかってことですよね。だったらその何のための15万なんですかって話ですよ。ね。安くない金額を払って。僕はいいですよ。ね。一応こうやってプロなのでね。だから、なんていうのかな。本当にこう、ちゃんと効果をね、出すべくやらないと、本当にね、それが言葉悪いですけど、詐欺商法と一緒になってしまう。僕からするとそれは詐欺です。ね。本当にひどい話ですよ。ね。で、こういうね、生産農家しか、田舎ではね、生き残れないっていうのは、まあなんかちょっと違いますよね、という、やっぱり思いますので、ただある程度やっぱり生産はやらないとね、っていうのはありますからね。まあ田舎で行くんだったら、野菜の一つぐらいは作れないと恥ずかしいですからね。ただ、それを中心にはなかなか飯を食うのは難しいのでね。なかなか、だから田舎に行って何かしらの起業をしていくようなね。だから一番手っ取り早いのは、会社の、本拠とかをね、田舎に置くということですよね。はい。8月の終わりの、動画のね、講座の方、ね、配信始まりましたので、よろしくお願いします。順次ね、配信を始めていきますので、よろしくお願いします。はい、2枚目終了。
構雨降ってますね。結構雨がまた降ってきました。なのでね、ちょっと今日は仕事何しますかね。上がってくれればトラクターかけられるんですけどね。関東だったらね、こうやってこれぐらいの小雨であればね、そのまま気にせずトラクター入れられるんですけど、こっちだとね、やっぱちょっと抜かっちゃう可能性があるのでね。ですから皆さん、いつも言いますけど、日本の田舎はね、ビジネスチャンスですよ、皆さん。ただね、都会とは全くやり方とかね、あのチャンスの中身は違いますのでね、都会のやり方をそのまま持ってきて通用するかって全く通用しませんからそこは気をつけてくださいね。屋根がトタンだから雨の音でかいでしょそうだから皆さんあれですよ、住むところの家は屋根はあの雨が当たっても音しないものを貼り付けないとね。昔はでもほらね、俺もそうだったんですけど、貧乏家だとやっぱりトタンの音がうるさいよね。あ、ほら土砂降り。すんげえ降ってきた。日本の田舎でね、何かしらそういう企業のようなことをやって食べていきたいっていう、そういう方に対してのね、サポートもやっていけば、やっていければなというふうに思っています。それが、個人というよりもね、むしろその会社とか法人さんとかね、その法人向けのね、会社を例えば田舎に本拠地を移すとかね、だったらそういう、例えば土地の選び方とかね、場所の選び方ね、いつも言いますけど、都会の人が見れば日本の田舎ってみんな一緒くたにね、見えるか一枚岩に見えるかもしれませんけど、実際には違いますよね。じゃあそういうね、例えばあれもうあらかじめトラブルになりそうなところには行かない方がいいわけですよね。だったらじゃあトラブルの目になりそうな要因は何かとかね、その辺はね、我々私は分かりますので、やっぱ地域によってそういうのは本当に違いますしね。こう言ってはあれですけど、一定数やっぱね、ちょっとめんどくさい地域があるわけですね。日本の田舎というのは。あとやっぱりその人のね、レベルというと大変失礼ですけども、そういう、都会の話の言ってることの、もちろん全部はわからないですよ。私だって何もわかってないですけど、ある程度ついていける可能性のある地域ってあるわけですよ。だからそういうところは生き残れる可能性があるわけですけど、もう都会から来た人をね、もう根こそぐ否定するような地域や人っていうのは一定数おりますので、そういうところに行ってはいけないんですね。はい。だからね、いくつか候補地挙げて、地元の人とかとこうやって面談したり、話したりする中で、ね、そういうのを、決めていく必要があるんですね。はい。私もこうやってね、新規収納を5回やってるじゃないですか。いろんな地域でいろんな人に会いましたよ。ね。本当にね、皆さんね、とんでもないところって結構いっぱいあるんですよ。初対面の私にいきなり説教を始める人とかね、意味がわからないでしょ。そういうね、普通のそのね、都会の人間社会においてはありえないことが普通に起きますから。だから一緒に連れてったね、役場の課長さんとかもにがりきってるわけですよ。そしたらね、百姓のお姉さん申し訳ないですってね、あの人は普段ああじゃないんだけどね、なんでかなってね、それはスイッチが入っちゃうんですよね。舐められたくないとかね、俺は田舎で何十年も農業やってきたとかね、そういうのを例えばね、僕みたいなのを見ると、そういうことを普段ね、言えるチャンスがないから、わーっと言っちゃうんですよね。気持ちはわかります。私だって百姓ですから。ね。でもそんなもんなんですよ。だからそういうところに行っちゃうとね、意味もなく、ね、上から目線で来ますので。そういう人や、そういう地域には近づいてはならないということなんですね。はい。ただその人の中には、これまた不思議でしょ？
妨害してるってつもりはないんですよ。むしろ、いや、俺は、アドバイスをして、サポートしてあげようとしてるみたいなことを言うんですけど、ねえ。まあまあ、とんでもない話ですね。こちらの立場がするとね、サポートなんか必要ないわけですよ。勝手にやってきて、勝手にこうやって畑を借りて、勝手にこうやって自分でビジネスをやってるだけのことなんですよね。はい。農業生産を含めた、あなたの知らないこと、あなたが知っていることで私が知らないことはありませんよと思うんですけど、そういうことは決して言ってはいけないですよね。まあいいですけど、ということで、もう30分も喋っちゃったね。ね、まあいいですか。この辺、今日のこの動画はこの辺で。どうです、この三脚立て、画面が固定されているだけで、なんかあれでしょ、こうやって種まきみたいにね、ここでベラベラ喋るだけだったらこれでいいとは思いますけど。はい、ってことで以上でした。